外国人観光客の TikTok 動画がベトナムに対して不適切な字幕をつけたとして批判を浴びています。この問題は観光と文化理解における重要な課題を浮き彫りにしています。問題の動画はスモール部でインドアメリカンというチャンネルで公開されました。実際の映像や音声と合致しない不正確な字幕が使用され、ベトナムのイメージを損なう可能性があると指摘されています。具体的にはベトナムコーヒーをタールのように黒い洗剤のような味と表現したり、現地の人々の親切な対応を攻撃的な言葉で字幕をつけたりしていました。これらの表現は文化的な配慮に欠け、誤解を招く恐れがあります。この問題は SNS を通じた情報発信の影響力と責任を改めて認識させます。不適切な表現や誤った情報は国際的な誤解や偏見を助長する可能性があるのです。観光客として異文化を体験する際はオープンな姿勢と敬意を持つことが重要です。たとえ好みに合わない食べ物や習慣があっても、それを否定的に表現するのではなく、文化の違いを理解しようとする姿勢が求められます。また SNS での情報発信においては正確性と文化的配慮が不可欠です。特に字幕や翻訳をつける場合は誤解を招かないよう慎重に行う必要があります。ここで重要なのは、他国への批判は本質的な問題ではなく単なる違いであるという認識です。外国とは違いがあるからこそ歩み寄り、助け合うことで互いに成長できる大切な存在なのです。